リアカー自転車牽引のリアカー、江戸東京建物園の展示物リアカーは、金属製のパイプと空気入りタイヤで構成された二輪の荷車である。日本では、軽車両としての行動利用が認められており、人もしくは自転車、オートバイによって牽引して使われている。また、牽引自動車の荷台部分を、リアカーと呼ぶ場合がある。なお、リアカーの名称は、和製英語であり、 日本で考案された際、サイドカーに倣って、後部に位置する車の意で、リアカーと命名された。英語でこのような、人力により牽引される一軸二輪の荷車は特に、区別されずに、荷車全般を指す言葉である、カートとのみ呼ばれることが通例で、人力によって移動することを突起する際にのみ、ハンドカートの語が用いられる。また、自転車牽引の台車は、バイシクルトレーラーと呼ばれる。 1921年頃、海外からサイドカーが日本に輸入された時に、サイドカーと、それまでの荷車の主流だった第8車の利点を融合して、静岡県富士市沈太郎の持月寅一が発明した。江戸時代以来の第8車の欠点としては、次のような点があった。これら第8車の問題点の多くが、リアカーでは、金属部材の導入や自転車、 サイドカーの手法を引用することで解決されている。ごく細身の肩甲、もしくは交換で牽引用のカジボーブまで含むフレーム全体を組み、車輪はオートバイや自転車と同様に金属製のワイヤースポークを利用、車軸はなく自転車同様のボールベアリングで左右独立支持された両輪管に二台床を落とし込んだ形態となっている。さらに車輪には空気入りゴムタイヤをはめている。 結果、第8社に比して大幅な進歩を遂げた。大正時代後期からは、告知輸送向けに、小型トラックの一種であるオート三輪が都市部から普及し始めてはいたが、当時の日本における中小零細事業者の多くに、とっては極めて高価なもので、容易に導入できなかった。対して、リアカーは、姿勢の零細な工場でも、製作可能で、ごく安価な存在であり、 本格的なモータリゼーション以前であった太平洋戦争前後の長期間で引きもしくは自転車経営などで小口輸送の勘弁な手段として極めて後半に用いられた。しかし戦後のモータリゼーション進展で自動車が普及するにつれ一般的な小口物流の手段としては1950から1960年代以降速力や効率で勝るオート三輪 軽トラックなどにとって変わられ、次第に衰退した。それでも、軽便さゆえの長所があり、過去に比べれば、活用範囲が狭まったとはいえ、敷地内作業用や大都市圏での小口配送など、21世紀に入ってからも日本国内で広く実用に供されている。保管する際には、建てることで保管スペースを小さくできる。日本の道路交通法では、リアカーは軽車両の扱いである。 ただし、電動機や内燃機関付きのものは原則として原動機付き自転車、または自動車扱いとなる。ただし、一定の基準を満たす電動リアカー等は軽車両扱いとなる。リアカーを単独で通行させる場合は、軽車両の扱いとなるので、車道を通行しなければならない。自転車や普通自転車扱いではないため、歩道の徐行内し通行、自転車道の通行はできない。 ただし路側帯、車道の自転車レーンについては普通自転車、専用通行帯も含めて通行適用となる。リアカーを自転車により牽引して通行させる場合は、通行方法については自転車に準ずるが、普通自転車には該当しないため歩道の除行ないし、通行ができない。つまり、歩道上の自転車レーンを通行できないし、また運転者が十二歳以下の子ども高齢者、 障害者であったり、車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合であっても、歩道の助行ないし通行は認められない。他の車両を牽引しているため、自転車道も通行できない。ただし、歩道等のない道路や路側帯、車道の自転車レーンについては自転車単体の場合と同等である。その他、 等下や積載制限については、軽車両通行方法などを参照。なお、リアカーの積載物重量制限は以下の通り。なお、全国において、原動機付き自転車により牽引する場合の最高速度は時速 25km である。また、この場合の牽引されるリアカーは、付随者扱いとなるため、ナンバープレート登録や、車検の必要はない。 なお自動車によるリアカーの経因は認められない。詳細は次を参照のこと。南京で使われているリアカー上のカーと中国をはじめとするアジア諸国では一般にリアカーが浸透しており、自転車と同程度の技術で製造できるリアカーは庶民レベルの物流の一端を担っている。これらでは日本製オートバイとセットで現地社会に根付き、市場へ 農作物を運搬したりあるいは移動販売の店舗に利用されたりといった活動も見られる。また、リアカーの製造と保守は途上国でも行えるため、1988年に国連を通じて日本からタンザニアへリアカー製造の技術協力が行われたリアカー風サイドカー。ありがとうございます。